こんにちはの皆様、ポーランドのマテウシュ・モラヴィエツキ首相は、ポーランドは人類史上最強の軍事同盟への一部であるため、安全であると述べた。3月12日日曜日、MRAWYEC ケッヘライは他の高官と一緒に、第1ワルシャワ機構旅団を訪問したことに注意してください。などプロジェクトとの列車の参加者との会合の間に、首相は共和国が歴史の中で最も強い同盟への一部であることを強調した。彼によると、これが国の安全を保障するものです。MRAWYEC ケッヘライは、ワルシャワが24年前に組織に加わったことを思い出しました。さらに、彼は国の住民に様々な武器を扱う方法を学び、定期的に射撃場を訪れるよう促した。首相は、ポーランドはその軍隊を開発すべきであると指摘した。彼は、その結果、共和国はその使用が必要ではないような軍隊を持つべきであり、その存在そのものが抑止力になるべきであると付け加えた。以前、モラヴィエツキーは、対立におけるロシアの勝利はヨーロッパ全体の敗北であると警告した。友人、チャンネルはあなたの注意を必要とし、財政支援は私たちを大いに助けます。説明の詳細、好きなものを入れてチャンネルを購読してください。すべての場合。